久しぶりだと手先が鈍ってしまうわね。鈍ったところの騒ぎじゃないけどな。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。マツロパレット続きやっていこうと思います。なんかさ、最初の画面ってこんな赤かったっけ。あれ、なんかめっちゃ血になってるけど、どうだろう、続けれるのかな。でもゲームオーバーではないはず。死に様じゃなかったからね。死に様リストに入ってないから。あ、三角。なに。今日から新しい仕事だ。町外れに住む老富豪の裏で肖像画の制作を行う。うわぁ、リッチ。めっちゃセレブやん。だがこの仕事は町の画家たちの間ではちょっとした曰くつきだ。そうなんだ。そうなの？進まないな。進まないな。あ、美しい花々が咲き乱れる庭園の中を歩いていくと屋敷が見えてきた。あ、これあの女の子の作者の話かな。身なりを整えてから玄関のベルを鳴らす。進まないな。進まないな。よいしょ。使用人に案内されながら歩く屋敷の中は薄暗く重苦しい。使用人がいるのに薄暗いってどういうこと？すごいね。依頼主である老富豪は姿を見せなかった。自室にいるらしい。なるほど。でも出てこないと描けないよね。自画像だから。着いたのは最上階のようだ。部屋に入ると同時に足先が何かを蹴飛ばす。え？何？何があんの？あ、リンゴ。なるほどね。これがデイワンで描いたリンゴか。リンゴ？あ、女の子。リンゴの転がってく先、薄暗い部屋の中に少女がいた。これが絵に描いてあった少女なのかな。噂に聞いていた青い花の髪飾り。だがそれよりも印象的だったのは、何なんだ。進んで。押しても進まないな。よいしょ。こちらを見つめる大きな瞳。その色は何色。それ赤じゃなかったっけ。違ったっけ。今のは。おう。いつまで寝てるのかしら。レディの絵を放置するなんて失礼にも程があるわ。あ、ほんとだ。最初の絵に戻ってる。え？ねえ、聞いてるの？あなたが月の画家様なのでしょ？ループしてる。これ以上待たせるなら、今すぐ消えてもらうわよ。あら？あなたのお顔。もしかしてお会いするのは2回目かしら。また来るなんて、物好きもいいところね。え、また来たっていうか、なんだろう、ループしてるんじゃないかな。この人がちょっと覚えてるから、なんだろうね、どんな力が働いてるんだろう。お望み通り、厳しくしてあげる。女王様、やめてください、女王様。Day 1プラス。続くんだ、こうやって。Day 1プラスね。まずは、画家様をおもてなししないとね。リンゴとナイフを持ってきてくれるかしら。ナイフ？え？リンゴと、ナイフどこにあんの？ナイフどこにあんの？ないじゃん。どこにあんの？ここ？ナイフ。あった！ナイフ。オッケー。刃先を人に向けてはいけない。オッケー。え？何？やれやれ。また新しい画家さんだよ。ご苦労なことだ。ご子孫ももとより、あの子に気に入られたらいいのだけど。ほら、早速ナイフを借りに来たよ。前の画家さんは果物の皮が剥けなくて悲惨だった。じろじろ見ちゃ悪いよ。私たちは巻き込まれないように退散しよう。さて、今度は何にしますだろうね。ああ、わがまま霊場だったのかな。そこに、その作者さんが来たのかな。なるほど。オッケー。じゃあ戻りますか。よいしょ。持ってきましたよ。こうかな。まずはリンゴ、それからナイフをいただけるかしら。剥いてくれんの？私より上手じゃなかったら、すぐに首を切るからね。嘘でしょ。やめて、そういうの。リンゴを剥く少女。なるほど。じゃあ手のひらにまずリンゴを置きますか。こっちかな。こっちかな。こっちだね。で、赤色のリンゴだね。オッケー。で、いい色ね。皮を剥くナイフも持ってきていただける？あ、お嬢様だから結構なんか優雅な喋り方なんだね。オッケー。はい。怖いな、君が持つの。オッケー。オッケー。私、皮剥きは得意なのよ。知ってます。私、皮剥かれましたんで、知ってます。美味しいリンゴを切り分けてあげる。さっきと展開が違う。絵が変化してる。
確かに。じゃあ向くから一度布をかけてくれるかしら。え、なんかそのマジシャンみたいな感じなの。集中したいじゃない。その集中するもんなの。てんてんてん、いた。大丈夫？心配だな。お待たせしたわね。布を取ってくれるかしら。うわ久しぶりだと手先が鈍ってしまうわね。鈍ったところの騒ぎじゃないけどな。リンゴ、リンゴが。やっぱり手先の器用な画家様にお願いするわ。私より向くのが遅かったらお楽しみよ。怖いな。じゃあ黄色のでこう置いて、黄色のリンゴだね。オッケー、ナイス。でこれでいいんでしょ。うん、切り方がぎこちないわね。まあでも旧大点かしら。右のやつに比べたらだいぶ旧大点だよ。あら、うっかり全部食べてしまったわ。画家様の描いたリンゴが美味しいからつい。いいじゃん、仲良くなってるね。あら、もうこんな時間、寝ないと保存状態が悪くなるわ。ほら、早く布をかけなさい。光は絵の大敵なんだから。そっか。あなたも2回目なら分かってるでしょ。分かってるよ。 OK。 で、私はちゃんと2回目だから開くってことない？あ、間違えた、ここじゃないや。あ、もうダメなんだ。OK。 あ、でもこの絵、この絵はなんだ一体。絵が飾られてる。だいぶ古いらしく、虫食いや劣化が激しい。橋のかかった小川とほとりに幼い男の子と馬が描かれている。なるほどね。でもなんか血みたいなのがついてるな。まあ寝るか。うん。まさかこのまま繰り返すのか。まあ繰り返しそうだよね、この感じ。初日は散々な結果となった。噂には聞いていたが、これほどまでとは。部屋が薄暗いためカーテンを開けようとした瞬間、おとなしかった少女は豹変した。うわ、次の瞬間リンゴが飛んできた。顔面で受け止めるも皮を剥いてよこすというわがまま。仕方なく使用人からナイフを借りてみたが、今度は剥くのが遅いと罵られる。すごいな、貴族の令状だね。抗議しようとしたが、依頼主の言いつけを思い出し踏みとどまったのだ。なんだ、依頼主の依頼ってどんな感じなんだろう。案内された宿泊用のゲストルームでベッドに腰をつきため息を漏らす。ああ、今回の主人公と一緒だね。本当にこの屋敷で彼女の絵を描き上げることができるんだろうか。ああ、でもできたから残ってんだよね。使用人づてに聞いた依頼主の言いつけを反芻する。彼女の機嫌を損なうな。おお、なんかそれデイワンでも言われたね。わあ、こんな感じなんだ。そっか、どうしよっかな。一旦ここで終わっちゃおうかな。というわけで、続き気になった方見ててくれると嬉しいです。イバラでした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇、朗読、何でもやっていこうと思います。もしどこかで見かけたら、その時はどうかよろしくお願いします。